怪物くんと怪物屋敷の巻。あ、学校に遅れる。あ、ほんと急がなくちゃ。二人ともどっか行くのか。あ、僕は学校、姉さんは会社さ。学校ってなんだ。勉強するところさ。ふん。あ、怪物くん、あの、戸締まりするからちょっと。俺ここにいる。大丈夫かしら。怪物くんが留守番してくれるならどんな奴が来ても平気さ。おう、やらしてもらうぜ。おお、坊や一人かい。どうだ、この鉛筆買わねえか。疑ってるな。よし、この鉛筆はこうやっても絶対に折れたら1本が2本に増えるから、とても得な鉛筆だ。そうだろ。おめえ聞いてねえな。いやいや、俺をなめんなよ。俺はな、さっき刑務所から出てきたばかりなんだぞ。このすごい顔見てみろ。大したことないな。なに？それよりこんなのはどうだ。はい、ストップしてください。さあ皆さん、これからおじさんがこの漫画の解説をすることになりましたよ。よろしくね。今くるくるパッと顔が変わりましたね。これは怪物くんの特技の一つなんですよ。では今のところ特別大サービスの分解写真でもう一度お目にかけましょうね。さあ、どうしてあんな風に顔を自由に変えられるんでしょうね。それはまた今度お教えしましょうね。フィルムスタートしてください。どひゃー、怖いよー。あれ、怪物くんがいないや。どこ行ったのかな。あれれ、なんだろう。怪物くんがいないらしいぞ。怪物くん、怪物くん、あー、かないぞ。おい、怪物くん。おい、どうしたんだい。怪物くん、君大丈夫？大丈夫って何が。だって部屋の中でなんかすごい声がしてたぜ。 あれ誰もいないや。当たり前だよ。おかしいな、確か人の声がしたのに空っぽだ。おかしいな。窓の外はどうだ。他にはと。何にもない部屋に立派な冷蔵庫が一つか。ちょっと中見せて。ダメだ。気になるな。どうも冷蔵庫に訳があるらしいぞ。どうも気になるな、あの冷蔵庫。一体中に何が入ってるんだろう。隣の子でガンス。坊ちゃんの友達ザラスね。どうしてこの部屋にいるんでガンス。こりゃきっと私たちの秘密を嗅ぎつけたザラスよ。さあさあ、屋敷かっさらっていくザラス。でも坊ちゃんに知れたらまたどやされるでガンス。急いで坊ちゃんが夜のお散歩から帰らないうちに。
じゃ今までケチな仕事ばっかりやってきたから、今度一つ思い切ってでっかいことやろうぜ。でっかいことってどんなこと？決まってるじゃんか、銀行襲撃するんだ。そりゃすごい、それで。だっ、だっ、なんだお前は。なんだ、お前今の話みんな聞いたな。おう、構わないからもっと続けて話せよ。なんだと、こっちが構うよ。おい、やっちまえ。はい。おお、どうした、あいちゃん子供だぞ。よし、なんとか。どうだどうだ、痛いでしょ。全然。なら、これでどうだ。全然。なあ、ぶつぇーちゃ、これ以上できれないよ。じゃあ元へ戻すよ。お、小僧、なかなかやるじゃんか。よし、これはどうだ。おとなしく後についてこい。兄貴、そいつをどうするんだよ。おいつをさらっておいて身の代金を稼ごうってわけだ。お金はどっちゃり入るぞ。なるほど。でもその小僧どこに隠しておくんだ。ここだ。前から見つけておいた空き家だ。なんだかお化け屋敷みたいだな。さ、お前先に入れ。あら、まあ兄貴からお先に。めえさ言わずに。どうぞ。なら俺が先に入るよ。おい、お前怖くないのか。当たり前だい。ここ俺の家だもん。なんだって。まあいい、なんでも言わせておけ。自動ドアだい。おい、待て。待って。真っ暗だ。おい、お前懐中電灯持ってないか。おー、サンキュー。あれ誰だ、ろうそくをくれたのは。お前か。俺じゃないよ兄貴。じゃあ誰だろう。あれ、なんだよ、ただのボロコウモリ傘じゃん。でも誰があんなでかい傘さすんですよね。あ、これはどうもご親切。あれ、外あんなにいい天気だで。うむ、雨が降ってるのはここだけだな。どうも変だ。あれれれれれれれ。うんが。おや、これはなんだ。これは毛皮だ。これは高く売れるぞ。あれ、この毛皮生暖かい。おい、いやー、ほほがだこの箱の中に隠れよう。いや、ちょっと、はい、おや、みんなもう帰んのかい。はい、もう遅いから帰らせて。うん、せっかく来たんだからもうちょっと遊んでけよ。おい、お前たち、お客さんを遊園地にご案内しろ。そーれー。あれー、目が回る。遊園地は強盗だい。面白かったでガンス。おい、フランケン、この二人を警察の前まで届けてこい。ふんが。おい、腹が減ったぞ、早く晩飯にしろ。はいでガンス。しまった、忘れたでガンス。どうするでガンス。この子のことを坊ちゃんがしたら大変でガンス。しょうがない、催眠術から覚めるうちに急いでアパートへ戻すザマス。そうするでガンス。はい、フィルム止めてください。
皆さんもお気づきでしょうが、怪物くんのアパートでもこれと同じような冷蔵庫がありましたね。それではこの両方の冷蔵庫の秘密を特別大図解でお見せしましょうね。ご覧の通り、左にあるのが怪物くんの屋敷で、右の方がひろしくんたちの住んでいるアパートです。さて、怪物屋敷の冷蔵庫、この冷蔵庫の底には穴が開いていて、ほらほら、この穴を通っていくとアパートへ通じるというわけです。おっと、道を間違えました。こうしてアパートの冷蔵庫につながる仕掛けになっているんですよ。どうです、素晴らしい仕掛けですね。だからといって皆さん真似してお家の床下の穴を開けたりしたらいけませんよ。いいですね。はい、フィルムを続けてください。君は冷蔵庫の秘密は忘れる。君は部屋に帰って寝る。うまくいった。それじゃ急いでお屋敷へ帰るでガンス。二人とも何しに来るの？